はい、どうもお世話になっております。今回はモビルスーツアンサンブルより EX シリーズとなります。フリーダムガンダムバージョン GCP と、ミーティアですね。それぞれ2021年6月発送分で販売価格4950円となります。はい、EX シリーズということでガシャポンにて店頭で販売されているアンサンブルの特別版、いずれもプレミアムバンダイで展開されているアイテムですね。はい、今回のフリーダムはバージョン GCP ということで、GCP というのはガンダムチャイナプロジェクトの略で、中国のファンにガンダムをさらに好きにさらに楽しんでもらうためにバンダイが一体となって取り組むガンダムの中国展開における企画の総称とのことです。その一環で実物大フリーダム立像が中国で建造されて、そのカラーリングマーキングバージョンのアンサンブル版フリーダムということですね。まあバージョン GCP 名義のフリーダムはガンプラでも展開されております。さてモビルスーツアンサンブルのフリーダムについてはすでに EX シリーズとして2019年12月発送で商品化はされています。今回のバージョン GCP はマーキングが追加されて、カラーリングが変更というよりは追加されているようです。はい、それではフリーダムについてです。ザフト軍が開発した試作型モビルスーツ、パトリック・ザラの命令で統合設計局が設計したザフトガンダムの一機で、ゲイツを基本的な設計ベースとしつつ、地球連合軍から奪取した4機の G を解析して得た技術が使われており、フェーズシフト装甲や小型ビーム兵器を標準装備している。ニュートロンジャマーキャンセラーの採用により動力源も核エンジンが採用された。これによりフェーズシフト装甲を常時展開することができるようになり、大出力ビーム兵器の連続使用も可能とした。背部中央に設置されたメインスラスターは推力が高く、大気圏内でも単独飛行が可能。速度や航続距離にも優れており、劇中ではプラント本国から無補給でアラスカのジョシュアへと到着した。両側のウィングユニットは放熱板や小型スラスターの役割も与えられているほか、展開することで高機動空戦モードへと移行でき、この状態をハイマットモードと呼ぶ。ハイマットモード時にはウィングユニットはコンピューターによるコントロールで能動空力弾性翼として機能し、大気圏内において空気抵抗を制御しつつ航空機をも凌駕する旋回性能を本機に与えている。また宇宙でも重心制御ユニットとして機能し、質量移動によって高レベルの機動性と運動性を発揮できるようになっている。頭部デザインは連合の G のそれを踏襲したかのようなデザインとなっていて、高性能なデュアルセンサーが搭載されている。胸部のエアインテークの上側にもマルチセンサーが2機搭載され、デュアルセンサーと合わせることでセンサー性能もかなりの高さを誇ったとされる。武装も連合の G が装備していたものより強力なそれを多数装備しており、非常に高い火力を持つ。これらの統合管制を行うべく、コクピットにはマルチロックオンシステムが搭載され、多数の敵機をほぼ同時にしかも高い精密度で狙い撃つことを可能としている。なお全武装を展開した状態はフルバーストモードと呼ばれる。さらにはエターナルの自走砲台ミーティアとドッキングすることで火力や機動性をさらに向上させることが可能。はい、通常弾とは異なる肩関節となっており、肩の位置決めポージングの自由度が上がっています。はい、腹部も通常弾とは異なる関節となっています。軽い前後屈が可能となります。ウイングユニットはご覧の通り展開可能です。ウイング基部も複数の可動軸で構成され、柔軟な角度調整が可能となっています。
5のビーム砲はきっちりと正面を向けて展開可能です。腰部のレール砲も展開されます。はい、ご覧の通りフルバーストモード、ハイマットフルバーストモードと問題なく再現可能となっています。はい、レール砲基部にサーベルグリップは造形されていますが、こちらはダミーですね。ビームサーベルはエフェクト含め透明のクリアパーツになっています。そして連結してハルバードとすることも可能です。その他の武装としてはビームライフル、シールドが付属しています。ハンドパーツはご覧の内容となっています。付属する専用の台座はアークエンジェルの環境をイメージしたデザインとのことです。はい、それでは続いてミーティアです。ミーティアはフリーダムバージョン GCP の発売に合わせて再販されました。過去の発売はフリーダムの販売と同じタイミングで2019年12月発送ですね。ナンバリングが EX14B となっていますが、 EX14A が当時発売されていたフリーダムで、まあペアで発売されていたということですかね。はい、それではミーティアについてです。ミーティアモビルスーツ埋め込み式戦術強襲機は母艦であるエターナルによって運用されるジャスティスやフリーダムといった核エンジン搭載型モビルスーツ用のアームドモジュールである。設計は小型の宇宙船や航空機を担当するベルヌ局と火器類開発を専門とするウェルズ局の合同で行われた。開発はザフト三大設計局アジモフ、クラーク、ハインラインの統合設計局との共同による。主推進機にはザフトの艦艇で幅広く使用されている MMI-M729 エンジンの発展型が採用された。初期構想におけるミーティアは現行モビルスーツの稼働時間、飛行性能、機動力、火力を向上させるザフト版ストライカーパックといえる装備であったが、ニュートロンジャマーキャンセラー搭載型モビルスーツへの採用が決定したことにより、その無制限の大電力を活用した破壊力と機動力に主眼を置く武装プラットフォームとなった。その基本戦術は大火力によって複数の敵を一気に殲滅するというものであり、戦艦数隻分の火力を有する。高水力エンジンの搭載によって戦艦並みの出力と戦闘機並みの機動性は得たものの、小回りが利く機体とは言えず対モビルスーツ戦闘は増えてとしている。そのため肉薄された際はモビルスーツのみでの戦闘が推奨されている。モビルスーツ用蛍光兵装の収納スペースも設けられており、ミーティアをパージした際でもそれらの兵装を射出することで通常の戦闘へ速やかに移行できる。また兵装などのエネルギー供給と FCS は接続されたモビルスーツに依存する。内部には機動用の大容量パワーセルを有するが、合体分離が可能な程度の電力をチャージ可能であり、単独での戦闘は行えない。通常はエターナルの機首両脇にあるガントリーにハングモードとして接続され、艦側の動力部を介した艦砲として運用されている。あくまで追加モジュールとして位置づけられているため、フェーズシフト装甲のような防御装備は採用していない。はい、フリーダムとの接続はミーティア正面のスタビライザーを後方へと展開し、フリーダムはバックパックを外して
背中のジョイントと直接ミーティアを接続します。そして外したバックパックはミーティアに接続するという形になります。アーム内側のグリップを握らせて接続完了となります。ミサイルポッドのハッチは開閉が可能です。スタビライザーのミサイルハッチは差し替えで展開を再現します。ビームソードのエフェクトの装着が可能です。アームはご覧の通りある程度自由に動かすことができます。専用の台座が付属します。方針の外方向への展開に合わせて支柱の位置変更が可能となっています。サイズ感はご覧の通りとなります。通常弾との互換性もあり、ミーティアの装備は概ね可能だと思います。はい、ということで以上、モビルスーツアンサンブルの EX シリーズよりフリーダムガンダムバージョン GCP とミーティアの組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。